行為。姉夫40代後半、姪は高校生。姪と友達が遊びに行った帰り、ちょうど仕事から帰る時刻だった姉夫が迎えに行った。友達を家まで送ってから帰宅。その友達が休日に遊びに来るようになって、姉夫が送ってやったことも何度かあったらしい。友達の親が、お世話になっているからと菓子折りを持たせ、友達が姉夫にお礼として渡した。もちろん菓子折りを買ったのは親で、渡したのがその子ってだけなのに、偶然姉夫の誕生日が近かったので姉夫は、個人的な行為だと誤解した。本人曰く姉夫は悩んだらしい。で出した結論が、その子を学校帰りに待ち伏せること。姪の友達は姉夫の顔を知ってるから疑いもせず挨拶。姉夫はその子を喫茶店に誘い。自分には妻子がいるので君の気持ちには答えられない。割り切った関係でどうかな。と持ちかけた。姪の友達は怯えて逃げ帰り、自分の親に報告。父親が激怒して姉家に抗議に来た。姉夫、最初は否定していたが。さっきのあれは誰にも言わないで。と留守電が残っていたので言い逃れが難しく、テンパった挙句。娘さんは体がよく発達しており、体は大人なのでそういう付き合いでもいいかと思った。と発言し相手の父親をさらに怒らせた。姪は、お父さん気持ち悪い、もう学校行けない。と泣くし、姉は呆然。別居が決まって一旦落着したけど、なんでただのおっさんが JK 相手に行けると思ったのか、本当に本当に神経わかんね。グレそうな次女。娘がグレそうで家庭内が修羅場。夫の誕生日に、次女が、パパ、これからもどんどん年取って早く死んでね。と言い出した。どうすればいい？うち娘が3人いるんだよ。長女、小5、次女、小2、三女、年長な。グレそうなのが次女。でさ、この次女すげえしっかりしてるだよ。人生何周目ですか？ってレベル。ただ夫と性格が合わない。一年くらい前に、三女がペット、ウサギ、が飼いたいと言い出した。長女も同意。夫は三女にゲロアマなので私の同意も得ずに勝手に OK 出しちゃった。ところが断固飼うのに反対したのが次女。次女の言い分。どうせお姉ちゃんも妹も飼い始めたらすぐに飽きるに決まってる。それで飽きて世話をしなくなってしわ寄せがどうせ私に来る。だから飼いたくない。とね。それに対して夫は、お前は本当にノリの悪い奴だな。と馬鹿にして押し切ってしまった。私がいたら反対したんだけどね。さて結局次女の予想は大当たり。長女も三女も早々に世話をしなくなり、今や次女がほぼ一人で世話をしている。でもここで一つ。ウサギっておとなしい生き物だと思うだろうけど全然違うんだ。あちこち噛みまくるんだよ。この件で次女は夫と三女に切れまくってた。私は一人でやらなくてもいいと何度も言ったんだけど、次女は、悪いのはお父さんと妹であってウサギに罪はないから放っておくのはかわいそう。と一人でけなげに世話をし続けていた。ところが三女は餌やりと遊ぶことだけはするんだ。他は何もしないのに。一方次女は世話の一環でウサギをお風呂にも入れてたんだ。でもウサギはお風呂が大嫌い。よってお風呂に入れる次女のことも大嫌い。逆に餌をくれる三女にはすごく懐く。ちなみに餌用のクズ野菜を食べやすいサイズにカットしてるのは次女。三女は本当に食べさせるだけ。次女はお風呂に入れるときウサギに噛まれて、手とかいつも傷だらけなのにウサギは抱っこもさせてくれない。逆に餌やりだけの三女にはすごく懐いていつも一緒状態。次女はこの状況にすごくカリカリしてた。もともと三女は末っ子だから口は達者だし、夫が甘やかすからすごくわがまま。次女と仲が悪かった。それで次女とちょっと喧嘩した時に三女が次女に、ウサギは心が綺麗な私には世話しなくても懐くけど、心が汚いお姉ちゃんにはどれだけ世話しても懐かない。と言ってしまったらしい。その発言に次女は大激怒してしまった。激怒した次女は何をしたのかというと、まずシフォンケーキを作ったらしい。そしてその大きくてふわふわのシフォンケーキを、友達と友達の妹と長女と次女の4人で、三女に見せびらかしながら食べたらしかった。その日私が家に帰った時、三女は泣き叫んで次女に抗議をしていた。私は事情を聞いた結果どう考えても三女が悪いので三女を叱った後に、次女にも、やりすぎはダメだよ、
と軽く説教して終わらせようとした。ちなみに次女は私が働いてるせいか、お菓子だけじゃなくてご飯全部作れる。一年生で一人で天ぷらを作ったという伝説が。ところが三女はそれが気に入らなかったみたいで、私がいなかった時にちょっと誇張してシフォンケーキ事件を夫に吹聴したらしい。末っ子ラブの夫はろくに事情も聞かずに事情散々叱りつけたらしかった。その日以来事情の中で夫はお父さんじゃなくて、あのクズ、呼ばわり、三女は、お母さんが橋の下で拾ってきた捨て子、という設定になってた。三女に対してはともかく夫のことは完全無視で、1ヶ月以上口利くの拒否。ところが1ヶ月以上無視された夫が切れて、次女と口論になった挙句。娘なんか二人いれば十分だった。と口走ってしまったらしい。後から慌てて謝ったが、一度口に出した言葉を取り消せると思うな。私は一生忘れないから。と次女に言われてショックを受けていた。それで一昨日夫の誕生日だったんだけど、娘が一言。お父さん誕生日おめでとう。これからもどんどん年取って早く死んでね。と言い出した。夫はものすごいショック受けてる。次女叱ったけど、私はあんなのお父さんだと思ってない。とまで言った。もう修復不能なのかなこれ？という愚痴と相談。何がショックを受けただ。それ以上に事情傷つけたくせに被害者ずらしおって。すべて嫌なことは子供に押し付け、子供がいいことをやったら自分の手柄。おめえはサイコパスか。何これ私が悪いの？お前の男を見る目が悪い。そしてお前も無関心すぎる。無関心じゃないけどフルタイムで働いてるとどうしてもいろいろ厳しい。っていうか話自体は次女がのけ者にされて母親は働いてるからという理由で疎外感を感じてる次女をほっといた父親はクズってだけでしょ？お前がフォローすればいいだけじゃん。夫と揉めてからずっと私にくっついてきて離れないから、もうフォローしまくりよ。じゃあ、子供に今日は何があったの？とか聞いてた？ついでに男を見る目についてはノーコメントですかそうですか。ペットを飼うっていう重要なことを真面目に考える子供に、ノリが悪いなーっていうような男とかクソイカの存在じゃねえの？しかも、お前はいらない子とか言うとか。そんなことは毎日聞いてたし、夫も仕事で色々あってちょっとメンタル病んでるからある程度しょうがない。長女が空気なんだが、長女の意見が。長女はいい子なんだけど、影が薄くてね。というか何をやらせても次女、長女で。でも娘二人でいい、お前はいらないって言ったんだろ？でもそれは夫も謝ったんだよ。それに夫メンタル病んでるからある程度多めに見ないと仕方がない。こんな状況で娘がグレそうで家庭が修羅場ってすれ立てる時点で、潜在的に娘が悪者だと思ってるんでしょ。次女不憫すぎる。だからうつの旦那の発言までいちいちコントロールできないでしょ。どの程度の誇張があるにしても次女は頭がいいんだね。他人で顔も見れないからこんなこと言えるんだが、旦那さんの二人いればよかった、は何パーセントかは本気で思ってるからこそ口が滑っちゃったんじゃないの。まあもともと旦那の三女出来合いはなかなかすごかったからね。あと次女が三女に、お前はお母さんが橋の下から拾ってきた子。だから断じて私の妹じゃない。って言って泣かせまくるんだよね。それにも困ってる。親の態度がそう言わせてる。そんな発言をするような娘に親がした。親が次女に対する態度を改めない限り収まらない。長女と次女は学童に通って6時前ぐらいに集団下校してるとして、三女の幼稚園の送り迎えはどうなってるんだ？誰がお迎えに行ってるの？私か夫早く仕事が終わった方が保育園まで迎えに行ってる。どうしても都合つかない時は親に頼んでる。あくまで個人的な意見だが、子供に順列をつけたりって男の娘親によくありがちだと思う。とにかくウサギの世話を当番制にするとか、不公平な部分だけでもなくしてあげるといいと思う。当番制は何度も導入したけど長女は忘れるし、三女はいい加減、次女団、出しで結局次女が見るに見かねて一人でやることになってしまう感じ。主さ、育児本とか読んだことあるの？主と主旦那のスペックは？ある。私38、年収500万。夫40、年収1200万。お金持ちやん。主婦ではダメなん。旦那は甘やかしと甘えさせるのは違うとわかってる。
夫が鬱でいつまで仕事持つかわからないから辞めるに辞められないんだよ。全く区別ついてない。とにかく甘いだけ。むしろそれ夫を休ませろ。そしてブラック企業なら金分取れよ。夫休みたがらないんだもの。出世したいらしい。お前夫のことも愛してないだろ。どうやって休みたがらない大の大人を休ませるんだよ。次女は学校ではどんな感じ？友達をいじめたりしてそうだね。あのな、懐かないウサギの世話をする子供だぞ。学校ではかなり演技もしてるようだけど、とにかく優しくていいことすごい高評価。危険だね。そのまま行くと確実に思春期が大変なことになるから、今のうちに荒れてくれてむしろよかったね。優しくていい子演じる小児って、メンタル気をつけてみたってや。さっと読んだけど、これは毅然とした態度を取らない位置が悪い。旦那が精神病んでようが娘がわがままだろうがきちんと正して、自ら姿勢を見せるのが妻の役目親の役目。というかここまで来ると、一も一度精神科に見てもらった方がいい。強依存とかしてないよな。行くだけで措置入院とかは起こりえないからマジで行ってこい。結局、なんだかんだ言い訳して三女は子供だから仕方ないにしても、主も夫も所詮子供よりも自分が一番なんだろ。だから、一番楽な方法をどうやれば貫徹できるのかしか探らない。自分たちにとって都合のいい子が、都合が悪い子になった。だから主が変わろうとしない、夫を変えようとしない、三女を正そうとしないんだろうな。次女はグレたんじゃなく、ただ自分の感情に素直になっただけだろ。主も自分の都合のいいことばかり抜かしてないで、自分たちが変わることを第一の選択にしろよ。あと、夫が休もうとしないんじゃねえよ。それを止めさせんのがパートナーである、あんたの仕事だろ。趣味全開。俺の姉は好きなものを好きって表現するのに遠慮や抵抗がない人。外からパッと見える見た目のところは分別ある大人の女性の装いだけど、小さなアクセや持ち物は大好きなポケモンで溢れてた。職場でも同じみたいで、会社で支給されるもの以外は基本ポケモン。学生の頃からそうだったけど、姉はそういう人としてのキャラを確立してるので、誰も何も言わないし、むしろ会社のポケモン好きの人から新グッズの情報とか、子供がポケモン好きなんだけど、と相談受けたりするらしい。そんな姉のキャラが災いして、職場で嫌がらせにあって警察沙汰になった。嫌がらせ内容もせこくて、姉が職場に置いてる私物に、死ねとか殺すとかびっしり書いて、確実に姉が目にする場所に置いとくというもの。姉が証拠として持って帰ったものを見ると、ポケモンの筆箱、クリアファイル3種、下敷き、リングノート数冊、エコバッグ3つ、巾着、パソコンケース、充電器、予備用マスク、ブランケット、スリッパ、マグカップなど。他にも色々あって、全部姉が自腹で購入したポケモングッズで、トータルすると数万した。会社は一時的なものだろうと警察沙汰にはしなかったんだけど、結局この嫌がらせは数ヶ月続いたのと、内容が結構具体的な殺害予告だったため、姉が個人で警察に行き、アドバイスを受けて、多分5回目の嫌がらせの時に証拠を押さえて犯人を特定した。録音しながら犯人に話を聞いたんだけど、理由が見苦しい嫉妬だった。犯人は韓流アイドル好きだったんだけど、姉を見て、趣味全開でもいい職場なんだ。と思って趣味全開にしたら周りから惹かれたらしい。注意されたりとかはなかったけど、人間関係構築に失敗してぼっちになってしまい、姉を逆恨みしたらしい。犯人は姉の後輩に当たるから知らないんだろうけど、姉は研修期間が終わって仕事を一通り覚えるまでは趣味のもの一切持ち込まなかったし、ポケモングッズを持ち込み始めたのも職場で人間関係と信頼関係を築いてから。要はこの人はちゃんと仕事やる常識ある人だと認識されてるから、仕事道具を趣味全開にしても周りは何も言わなかった。だから研修期間も空けてないのに、仕事場を学校と間違ってるんじゃないかと思われるような行動を取った犯人とは全く異なるんだけど、犯人はそれを理解できなかったようだ。犯人は自主退職になった。話し合いの音声を持ってずっと相談に乗ってもらってた警察官に話したところ、こういう犯人は自分が間違ってたことを理解できないから、自分が悪いとは微塵も思ってない、しばらく気をつけた方がいいと言われて、俺がしばらく姉の送り迎えをすることになった。
最初は大げさだと思ったけど、実際に一度犯人が待ち伏せしてたことがあって、男の俺でも怖かった。もうあそこまで行くと精神的な病気だと思う。年の差婚。私と夫は一回り離れていて、私が25、夫が37になる。今は義実家に住んでいて、義両親ともに特に問題なく暮らしている。私が夫と結婚したのは貯蓄がそれなりにあって、甘えさせてくれる年上の余裕があったから。義両親も、一生独身だと思っていた息子に嫁が、しかも若いお嬢さん、扱いでかなり大切にされている。これが前提、のろけ。先月もみんなでダラダラしていたら家電話が鳴った。義母が出てみるみる顔が険しくなって、電話を義父に代わったら、ふざけるな。って叫んだのよ。義母が、〇〇が来る。って言ったら夫も険しい顔をして、今からホテルとかに避難できる？って一気に避難する雰囲気になった。アルバムとか私の個人情報が載っているものを全部回収して、義母と一緒にホテルに逃げた。全く話が読めない私に夫が、大丈夫、すぐに追いつくから、安心して、ここは俺と親父に任せて、みたいな絵に描いたような死亡フラグを立てていた。義母によると〇〇は義父の兄の息子、独身。年は50代で、本家の長男様として育てられて性格はお察しの通り。本家といってもすでに廃れている田舎の本家だから、特別お金持ちではないらしい。私と夫の結婚式も出てなかったから私は存在すら知らなかった。何がきっかけは知らないけど、その〇〇が、あいつが20代の若い女と結婚できたから、俺も若い女と結婚できる。ってなったんだって。だから若い女の私に、私の友人を紹介してもらおう、だって。義母曰くその〇〇は20代の女以外認めなくて、〇〇の両親もそれに賛同していたらしい。本当は結婚式に呼びたくなかったけど、田舎だから本家分家が面倒くさくて一応呼んだのよ。来なかったから安心していたらこれよ。ええ？マジで金も名誉もない50代が20代の女と結婚できると思っているんですか？〇〇が40の時に30代の女性とのお見合いがあったのよ。そしたら30のババアと付き合えるかってなしになったの。ええ？結果としては〇〇は義父と夫に追い出されて、私が会うことはなかった。男女関係なく年の差婚するのは、年上側がそれなりの財力や地位を持っているのが前提になると思う。私の考えです。自分より年下の女性をババア呼びする長男様を選ぶ物好きの若い女の子はいないと思う。そんな50代が20代と結婚できるってとんでもない勘違い野郎だなと思う出来事でした。